収録。さあ今日は何をしたいかと言いますと、こちらでございます。じゃじゃーん、ハンドスピナー。今更っていう感じがあるでしょ。ただね、これハンドスピナーをこれ回転させるのが目的で買ったんじゃないんですよ。これ100均で買ってきました。なんでこれが欲しかったかっていうと、ちょっと開けますね。はい、100均のハンドスピナー、すごいですね。今こんなん持ってるんですね。で、実は欲しいのはこの回転する技術ではないんですよ。この周りにね、鉄球ついてるでしょ。この鉄球が欲しかったんです。4つぐらい最低ちょっとないとできないので、鉄球だけをこれをね、もしね手に入れようとしたら結構大変なんですよ。なかなか売ってるとこなくて。で、こういうおもちゃに、まあ、ついてくれてたので、これは非常にありがたいということで買ってみました。で、何をしたいかというと、ガウス加速器って知ってます？磁石を置いといて、で、鉄球をパチンってぶつけたらビュンって飛んでいくっていうのをちょっとやりたいなと思って、まあ、それもね、昔からやってる人がいてるから、まあ今更何っていう感じなのかもしれないですけども、それぞれやってみたいと思います。ただ鉄球を取り出さないとあかんので、このハンドスピナーを分解していきます、ね、ただこの子はそんな分解されるためにね、生まれてきたわけではないので、まあ、ちょっとかわいそうなのでね、情があるので、私もね人間ですので、まあ100均のハンドスピナーがどんだけ回るかっていうのもちょっとしてあげたいと思います。その上でこの子にはこの鉄球を使わせてもらおうと思っていますので、で、まず100均のハンドスピナーはどれぐらい回るか検証していきます。さあ、100均のハンドスピナーがどれぐらい回るかを実験したいと思います。止まりました。1分6秒。はい、ということで100均のハンドスピナーは約1分ほど回りました。だって100均だもんっていう感じですね。ではですね、こちらもね、ちゃんと役目を果たしてくれたので鉄球をいただきます。ニッパー使うね。うわ、こ、お、結構簡単だ。からのハンドスピナーそれでも結構スムーズに回る